今日は沖縄松田浦添店さんにお邪魔しています。はい、こんにちは。こんにちは。はい、こちら沖縄松田でご紹介するお車は、はい、この新世代クリーンディーゼルの CX-5 というお車をご紹介いたします。はい、はい、では早速試乗の方へ参りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうぞ。ではブレーキを踏んでですね、はい、こちらにスタートボタンがあるので、お、ボタン、はい、押していいですか。どうぞ。はい、これでエンジンスタートしました。はい、こちらの一番右にあるメーター、はい、見慣れないメーターがあると思うんですけど、これですよね。はい、はい、この機能はですね、はい、インテリジェントドライブマスターと言いまして、はい、まあ、例えると、はい、自動車教習所の教官がいつもいてくれる機能です。これが教官になってくれるってことですか。はい、運転を教えてくれる機能となってます。はい、例えばですね、はい、この IDM の文字の上に、はい、これの上に、はい、緑と青のランプが光ります。はい、緑はまず優しい運転、はい、で青が心地よい運転ですね。はい、であとこのハンドルのマークと、はい、このアクセルのマークがあるんですけど、はいはい、これが例えば車が揺れる運転をすると、はい、このハンドルのところにマーク、白いマークが光ります。はい、で逆にこの急加速するとアクセルのところに白いマークが出ます。へー、じゃあ真ん中に出てるのはいいやつで、端っこに出るのがちょっとダメだよ、はい、注意しようねってことですね。はい、おお、すごいですね。でさらにこの、はい、アベレージというものがあるんですけど、はい、このスコアが表示されて、これがどんどん高ければどんどんアベレージは上がっていきます。はい、これアベレージが上ければすごくいい運転をしているっていうことですか。そうです。運転終わった後に、はい、このアドバイスもしてくれるので、でこの運転が上手くなるだけじゃなくて燃費も良くなりますっていう機能がこちらの、あ、そうですね、インテリジェントドライブマスター、略して IDM ですね。あ、これすごく素敵ですね。はい、すごいやっぱ静かですね。はい、それでも静かだけじゃなくて、はい、軽くアクセルを踏むだけでかなり、そうですね、気持ちのいい加速ができますので。これアイドリングストップもついてるんですか。はい、そうです。ブレーキを踏んでいただくと今、あ、本当だ、止まった。はい、おお、で離したら使い、そうです。これはディーゼル車ですよね。ディーゼルエンジンが、はい、搭載してます。入ってますよね。はい、全然ガソリンって感じがするんですけど、バックモニターが標準でついております。おお、駐車するとき白線を目標にしますよね。そうですね、はい、このボタンを押すとですね、サイドモニターもついておりますので、横もこちら多分四角となって見えないと思うんですけど、はい、このサイドモニターがあるので綺麗に白線まで見えます。これは全グレード標準装備ですね。あ、本当ですか。はい、このサイドカメモニターも標準です。もうぴったり。まずこちらの CX-5 ボディカラーは6色用意しております。はい、はい、とっても躍動感あるデザインを取り入れてますので、はい、うん、かっこいいデザインですよね、すごく。はい、こちら2室なんですけど、はい、とても大容量なんですけど、広いですね、すごくいっぱい入りますね、これね。はい、このシートが、はい、おお、真ん中に倒すことができます。はい、なんでこういう感じでこのマットとかですね、カーペットをこうっていう感じで乗せていただければ人も乗ったままですね。いや、待って、ここ全部倒れるの見たことあったんですけど、人が後ろに乗ってても、はい、入れれるっていうのはすごくいいですね。 CX-5 の試乗はいかがでしたか。はい、いや、もう本当に走ってる時もディーゼル車なのですごい静かで、それはびっくりした。あとアイドリングストップも全然違和感がなく走れたのでよかったですね。でもう一番はやっぱこのバックですよね。見た目では運転しづらそうな、そうなんです、車なんですけど大きくて、そんなことなくて、はい、全然女子でもしやすいかなって思いました。はい、ありがとうございます。今日は試乗ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。